システム戦闘モード起動。始めましょうか、レイブン。早速ですが、データ回収を行えそうな機体残骸をいくつか検出しました。マーカー情報を送信します。機体情報です。監禁してあなたへの報酬に上げさせてもらいます。コードには情報動態特性から機器類に干渉することがあります。先の逆流現象の影響でシステムが部分復旧している残骸もあるはず。それを見つけていきましょう。ルビコン解放戦線の思想的指導者ドルマヤンによる口述筆記でしょう。これは極めて個人的なものであるように思います。タイムスタンプによると記録されたのはアイビスの日の2日前。あの災害が発生する直前の予兆について言及しているものと思われます。増えるのは私としても嬉しいです。この調子で探しましょう。
についての言及があります。あなたもまたコーラル技術によって生み出された存在でも、そうでなければ私たちの交信はなかった。取得できる情報はもうなさそうです。あなたがルビコンの過去やコーラルについて何かしら思いを巡らせてくれたなら、私としては嬉しいです。